サニックアップウォーカー。今日はですね、JJ モールの中のフードコートで、カオソイを食べてみようと思います。あ、はい。あ、美味しそうやな。スープ2種類入れてますね。あれ早っ。マイサイパクチーナ。あ、かけに、あ、はい、ありがとう。はい、できました。あ、で、つけなしをここから選ぶんですが、これを器に、これとかですね、これとか、これ砂糖、これマナー、それじゃあ JJ モールのカオソイを食べてみたいと思います。これ僕この前チェンライ行った時に、あれ何日やったっけな、3、4日で8軒ぐらいカオソイのお店行ったんですけど、久しぶりのカオソイです。食べてみようと思います。それではいただきます。フォルムはめっちゃこれ美味しそうです。全然、あ、辛い。全然辛くないって言おうと思ったんですけど、でもまだこれから辛くするようにさっきのところありましたので、僕が注文したのがカオソイガイ、このチェンライでもよくあったこの鶏肉が入ったカオソイを食べてます。美味しい。なんかオーソドックスっぽいですね。鶏肉がトロトロになって
ら、それじゃごちそうさまでした。美味しかったです。そのチェンライの、カオソに比べてもまあ同じぐらい美味しかったんで、あんま食べたいなとは思いました。 JJ モールに来た時はフードコートいっぱいメニューがあるんで、どうでしょう、カオマンガイとか、あとこのカオソイとかもいいんじゃないでしょうか。それでは。例えば、北タイですね、チェンマイとかチェンライの、まあ、名物って言われてるんですけれど、スープがカレー味のスープなんです。それに平打ちのバミーですね、中華麺と、その後に揚げ麺を入れてですね、できる麺なんですが、今僕麺全部食べてしまいました。ちょっと僕まだ全然見たことないんですけど、これもったいないんでですね、これご飯入れたらカレーみたいに美味しくなるかっていうことをちょっとやってみたいと思います。白いご飯買ってきましたのでちょっと入れてみたいと思います。これ邪道ですよね、絶対に。これこそ猫まんまですよ。これこんな感じになってます。うわ、おかゆ、カレーのおかゆみたいな。こんな感じです。ごちそうさまでした。